どうも、初めまして初めまして森永と申しますキュートの鈴木愛理ですどうも私のこと知ってましたあ知ってます、よくテレビで会見させていただいてます私も知ってましたあ本当ですか、めっちゃ嬉しいありがとうございますありがとうございますじゃ座っていいのかなはいはいよいしょいやなんか緊張しますね緊張しますね初あの、鈴木さんはキュートのリーダーなんです リーダーではない。リーダーはえっと矢島真由美ちゃんというハタ歳の子が、そうなんですか。はい、やってます。でも人気は一番なんですよね。本人の口から言えないですよね。すいません。もうハロプロキッズから始めてどのくらい経つんですか。えっと10年ですね。6月の30日で丸10年になります。芸能界10年間。小学校2年生の時にオーディションに合格して、それから10年ですね。 すごいですね。はい、その間ずっとアイドル界と爆心してきたわけですよね。<laughs> そうですね。すいませすごいですね。なんか十年経つとなんかすれちゃって、あの <laughs> 私芸能界の女王よみたいになっちゃう人もいるんですけれども、<laughs> うね、全然不愉快なまんまで済みますもん、ね。あ、本当ですか？あ、そんなことはないですけど。<笑><笑>や、ありがとうございます。え、今日はよろしくお願いします。いますはい。はい、えっと今日はですね、森永先生に聞いていただきたい曲を。 はい、持ってきたんですけど、ちょっと聞いていただいてもいいですか。ねはい、じ,ゃじゃあ。お願いします。すみま,すみません、あのこ、こんがらがって。ありがとうございます。<laughs> い、これ、あれですよねベリーズ工房と給湯の歌を合わせるとぴったり一曲になるっていう結構、ネットで評判になったのを本当に合わせて発売するっということなんですかね あの私たちも「急との,の方は「幸せの途中」という曲を、はい、もうライブとかでも披露している最中に、はい、YouTube にこうファンの方が上げているのを見て知ったんですよ。う <laughs> 全然知らずにそれぞれ歌ってて、はい、で <途中 S 1> ファンの人が YouTube に上げていて<ー>それを見てメンバーでみんなで見て。 嘘でしょみたいになってでもこうやって合わさってるの聴くとも完璧に一つの曲ですよね、はい、そうですよねあのベリーズ工房の「BecauseHappiness」の方はあの A メロですごい間が空く部分がなんで空いてるんだろうってすごい思ってたら、はい、キュートの歌詞が入るみたいな感じになってたのでこれつんくさん最初に作った時って、はい、これを作って分解したんですかねそれとも作ってる途中に合体して 分けらられるよううにもう一度セリしたんですか、ね、そこら辺っってて事情って全然聞かれてないですか全然聞いてないんですけどでも歌がもう本当かぶっちゃってるところとかもあるので多分別々に考えたんだと思うなっていうふうにも考えられますし<ー>歌詞がめちゃめちゃリンクしてて自然とハモリみたいになってるところもあるので謎ですね謎ですね謎で、はい、でもすごいですねこうやって合わさるとなん全く別の曲に聞こえますよね。そうですね えでこれ、一緒にこれから歌うんですか、ベリーズ工房とそうです、えっと、この曲をベリーズ工房とキュートで、ベリキューとして、あのリリースしてえベリキューっていう名前になるんですか、今度そうですベリーズ工房×キュートっていう表記で、ベリキューって読むんですけど、もうハ、ハロプロキッズはなくなっちゃったんですかハロープロジェクトキッズといえば、ハロープロジェクトキッズなのかもしれないんですけど、まあ、今回はベリキューとして。へ<ー>はい なんかベリキューっていい感じですね。そうですね。あの響きが居酒屋で出てくるモロキュー。ュー <laughs> <laughs> ベリキュー。えー、そうです。そっか。でもファンの皆さんはすごく喜んでるんじゃないですか。まただって一緒になれて、そうですね、こういう新しい曲が出てくるってこれ結構いけるかもしれないですね。本当ですか。えだってずいぶん評判になったんですよ。<ぁ>ネットでも評判になったしテレビでも。 何回か取り上げられてますよね。ねはい、えー。これがちゃんと正式に発売される。もう衣装もそれ用に作っていただいて。ベリキュー専用衣装っていうのがあるんですか。はい、この曲専用衣装でベリキューの作っていただいて、えー、ミュージックビデオも作っていただいて、えー、あの振り付けも付け直してなりました。えー、え、それペリーズ工房とキュは同じ衣装なんですか。いや違います。ペリーズ工房は真っ赤で、キュ、えー、は真っ白で。えー っていうところから始まるんですけど。一人紅白歌合戦。みたいな、ね、<laughs> <laughs> 本当ですね。そこだけ紅白歌合戦です。<laughs> ええー。それ見てみたいなお。本当ですか,<え>か。ミュージックビデオが。もう。撮ったのであ、取ったんでそれも発売されるんですね。はい、発売されると思います。ああ。いいですね。そうですね。私ね。<laughs> あの。つんくさんは前から天才だと思ってたんですけど。はい、もう、あの。もうモーニング娘の。 歌聞聴いてるときからすごいなと思ってたんですけどこれもっとすすごいですね本当ですか、つんくさんはなんでこう男性の方なのにあんなに乙女心が分かるのかっていうのが<ー>メンバーからするともう謎で<ー>私たちですら考えつかないような感じなんだけど確かにって共感できるポイントがいいっっぱい歌の中に詰まっててああの、ね、多分ね、ね感性が若いんだと思うんですよ。あ<ー>あの 男性ってねこう、だん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 私ぐらいのおっさんになってくるとそういうこう惚れたの晴れたのの世界からこうだ,んだ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 ん遠ざかっていっちゃって、うん、あ,のあんまりワクワクドキドキしなくなっちゃうんですけどそのね感性をずっと保ち続けてるっていうところが私は天才なんじゃないかなと思いますけどね。